仮想通貨ユニスワップが1日で 60% の爆上げということで、今 DEX 系のねコインが結構上昇しているみたいなんで、ちょっとしっかり見ていて、これで買ったらまだ間に合うよとかね、そういうのちょっとね、そういう観点でも見ていきたいなと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産増やしたい方はチャンネル登録お願いします。はい、今回はね、まあ、DEX 系仮想通貨特集ということで、まあ、ユニスワップがね、まあ、だいぶ上げているので、まあ、他のね、DEX 系コインも、まあ、今から来るんじゃないかなということで、見ていきたいと思います。ユニスワップの方はですね、まあ、かなり、まあ、もう仮想通貨いじって長い人は、まあ、知らない人っていないと思うんですけど、まあ、ユニスワップっていう DEX のね、トークンになります。でユニスワップの DEX 自体は DEX 業界の中でも一番使われていて、出来高が高いものになっているので、ユニスワップのトークン自体も、DEX 系の仮想通貨の中でも一番時価総額高いですね。ちなみに爆上げして、今もすでに24時間比で 70% 以上上げているので16位ですね。近くにポリゴンとかトーンコインとか、まあ、その辺と同じぐらい時価総額高いものになっております。じゃあまずね、このユニスワップについてね、ちょっとチャート見ていこうかなと思うんですけども、まあ、ユニスワップが10ドル超えてきたのは、まあ、結構ね、久しぶりのことになりますね。僕はですね、ユニスワップちょっとね、思い出があって、上場した頃にね、2020年だったと思うんですけど、上場した頃に少し買って、3ドルとか4ドルとかそれぐらいだったのが、なんか結構20ドルぐらいになるぐらいまで持ってたっていうね、思い出がありますので、実は僕もね、持ってたことあるんですよ。今は持ってないですけどね。はい。今は持ってないので、特にこの爆上げ乗れてないんだけど、まあ、これを見て、まあ、DEX 系のコイン来るんじゃないかなっていうふうに思って入れてみてるところです。ユニスワップこんな感じですね。おとといですね。おとといまで7ドルぐらいだったのが、まあ、一気に深上げて13ドル弱ぐらいまで、行ってまして、まあ、ちょっとね、2日連続で上髭出して 12.2 ドルということになっております。で、僕はね、昔からね、ここね、なんだろう、ボックスレンジっていう風にま、捉えていて、まあ、結構長く続くんじゃないかなと思ってね、見てたんですけど、まあ、このね、13ドルぐらいのとこね、結構過去、例えば2021年とかに、まあ、サポートされてるし、2021年終わりの方もね、サポートされてますね。で、その後2022年は逆にレジスタンスになってるので、まあ、13ドルは結構硬いかなと思ってるんですよ。で、そこはまだちょっと超えてきてないので、まあ、あまり安心しきって、例えば今からね、ユニスワップこんなね、高値掴みするとかね、まあ、そういうのはやめた方がいいと思います、本当に。ここから耐えてきて、また元のところにズルズル戻るかもしれないので、まあ、安心しない方がいいでしょう。はい。ただまあ週足見てる限りだと、今のところまだ確定はしてないですが、このままいくと続伸するような雰囲気も出てきているので、まあ、もしかしたらこのボックスレンジ上抜けてね、上の段に行くかもしれません。で、史上最高値は45ドルになります。だからまあ史上最高値にもし戻るとしたら、あと4倍ぐらいはいけるんですけど、ただね、ユニスワップね、そのバブルが崩壊した後ですね、45ドルから結局、まあ、大底は、3ドルぐらいですかね。だから10分の1以下になってます。はい。下落率 90% 超えているので、まあ、その辺考えると、まあ、次バブルが来て、最高値が、その前回の21年の最高値に届くか届かないかぐらいだと思うんですね。まあ、届いて例えば60ドルぐらいいっちゃうとか、あるいはまあ40ドルぐらいで止まっちゃうとか、まあ、そのあたりが、まあ、最高値になりやすいかなと思います。まあ、AI の分析とかも結構そういう、その下落率が高いやつは、次跳ねても最高値更新するかどうか怪しいみたいなね。まあ、そういう風になってます。僕もそういう風にちょっと考えているので、それぐらいだと思った方がいいでしょう。今から買って10倍とかはちょっとなかなか狙えないんじゃないかなと、25年までね。と思っています。僕はね。はい。はい、じゃあ、DEX 系のコイン見てみましょう。とりあえず、コイン月光の方で、今ね、こうやって今、DEX 系のコインのこのランキングを、映しているんですけども、
まあ、ダントツで時価総額高いのがさっきのユニスワップになります。で、その後に、DYDX とかね、あんまり皆さんが馴染みがなさそうなものが、いっぱい、並んでおります。はい。あとまあ DEX のコインはいくつかね、あの DeFi 系のコインとしてもカテゴライズされているやつも結構あります。ダブってるやつもあります。はい。じゃあまずルーン、ちょっと読み上げましょうかね。だいたいこれぐらいまで見とけばいいよってね。ルーン、DYDX、SNX、で、イーサ DYDX、オスモ、GNO、パンケーキスワップ、CRV、ジュピター、ワンインチ、寿司スワップ。まあ、ここで、寿司スワップでも時価総額191位とかなんですね。だから結構低いです、もうね。せいぜいこれぐらいまで見とけばいいんじゃないかなと思いますけどね。これより下ね、かなりあるんですけど、もう何千位とかね、もう聞いたことないやつとかも正直怪しいようなね、デックスいっぱいありますので、最も見ても寿司スワップぐらいじゃないか、200位ぐらいかなと思いますね。はい。じゃあ、まずルーンね、見ていこうかなと思うんですけど、まあ正直ね、あんまり僕は、このルーンっていうね、あの仮想通貨についてね、あんま見たことないんですけど、時価総額がね、54位で、まあ割とね、高めにはいるので、まあ見といた方がいいんでしょう。まあこんな感じになってて、まあ前回のバブル一応経験してますね。で前回のバブルが、まあ大底が 0.3 ドルぐらいで、頂上がまあ21ドルとかなんで、70倍ぐらいになったのかな ?70 倍ぐらいに跳ねました。で、その後バーッとずっと下がってきて、バブル崩壊ともに下がってきて、また 0.9 ドルぐらいまでは大底で落ちてますので、まあそういう意味では、まあ下落率はやっぱ高いですよね。うん。90% 超えてますよね。だからまあほぼ全戻ししてしまったと。まあユニスワップと一緒ですね。で、今は大底のその 0.9 ドルから跳ねていて、まあ一回、7ドルまで行ってますので、まあ7倍ぐらいにはなりましたと。で、今ちょっと押し目作って、5ドルぐらいまでちょっと跳ねてきてるって感じですね。だからこれもまあほぼ全戻し系なんで、次のバブル、来た時に、まあ、前回のバブルあたりが、まあ、最高値として意識されるってことになるでしょうから、まあ、そこまで戻るだけだったら、まあ、4倍ぐらいしか取れないんですね。だから上昇率としては、まあ、いまいちになるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。じゃあ、DYDX ですね。まあ、DYDX については、僕も動画作ったことあるし、まあ、関係者の方も何人かしてるんですけど、まあ、こんな感じですね。まあ、上場してから、割とこう、あんまり動きがなかったというか、そんなに人気はなかった、コインになりますけど、うん。まあそうね。まあ一応21年にバブル経験してますよね。バブルがまあ27ドルで終わってるんですけど、大底が1ドルまで下がってます。だから27分の1になりました。で、一応まだ大底圏の中なんですけど、今ちょっと上がってきてるので、まあ、もしかしたら今ぐらいにこれ買っていくと、まあ、強いね。イナゴを取れるかもしれませんね。はい。まあ、ただこれも、そのバブルの天井から100、その10分の1以下にはなってるので、次跳ねたとしても、まあそのバブルのね、天井としてはまあ前回のバブルの時の27ドルとかね、まあその辺ぐらいでまあせいぜい止まるんじゃないかなと思います。だからまあ取れて10倍とか、うん、ぐらいなんじゃないかなと思う。うん。前回のバブル27ドルまで行って、まあ、8倍とかなんでね。まあ、そんなもんにはなりそうなんですけど、まあ、ちょっと短期的には上がってきているので、面白いかもしれませんね。はい。で、次が、SNX ですね。シンセティクスネットワークっていうことですよね。このコインも、時価総額66位ということで、そこそこ中堅なんですけど、僕はあんまり、実は注目してなかったですね。まあ、DeFi 取引所のコインなんでね。DEX のね。で、まあ、これも大底、バブル一回経験してまして、28ドルまで最高値つけた後に、まあ、バブル崩壊した後、まあ、1ドルぐらいまで下がってます。で、今4ドルぐらいまで上がってきてるので、まあ、大底から4倍ということですね。で、まあ、今からなんか上がってきそうな雰囲気してますので、まあ、今から買うと、まあ、例えば次のバブル、の時にまた同じぐらいに28ドルぐらいまで上げるのであれば、7倍とかね、それぐらいまで取れるかもしれませんと。そうですね。まあ、上昇率としてはまあまあ取れそうですね。はい。じゃあ、オスモですね。88位ですね。
うん、オスモはそうね、だからこれも同じような形には見えるんですけど、これはまあ前回のバブル経験してなくて、もうあのバブル崩壊した後の22年に上場してですね、で、ずっと1ドルとか、1ドル以下、まあ、0.2 ドルぐらいが大底なのかな。で今ちょっと跳ねてきていて 1.5 ドルまで上げているので、まあ、上昇率としてはまあすでに7倍ぐらいになりました。はい、まあ、ヒゲとかまで入れるともっとですね、ヒゲとかまで入れると1回もう10倍になってます。だから0.22 ドルぐらいからもう 2.5 ドルまで上げているので10倍ぐらい実はなってるんですけど、まあ、他のデックスのコインが上がってくるのであればこっちもね買われていくと思うので、まあそれ待ちですかね。だからまあユニスワップ買われていってるから、この辺の88位のオスモとかもまあ今から買われていっていって、まあぐんぐん上がってくる可能性はあるかなと思います。はいはい、もうちょっと下まで行ってみましょうかね。はい、GNO ですね、グノシス、まあこの辺とかになってくると、まあ、107位なんですけど、まあもはやチャート見たこともないですね僕はね。はい、多分皆さんもあんまないと思うんですけど、一応バイナンスとかに上場しているので一応お墨付きはもらっているという形なんですけど、バブルは経験してなく、あ、してる、してますね。21年の11月時点でありますね。655ドルです。でそっから下がって22年の、最安値が80ドルぐらいですね。で今上がってきてて4倍ぐらいになって320ドルぐらいということなんで、まあ、今から上がってきそうな雰囲気はしてますが、うん、まあ、あの、RSI とかも変わりすぎなんで、まあ、波打つ形でジグザグと、まあ、また最高値付近には上がりそうなんですけど、市場最高値がもう今から2倍ぐらいしかないので、上昇率としてはあんまり取れないかもしれないですね、これもね。はい。あとは、久しぶりにパンケーキスワップは見ていきましょうかね。はい。ケークですね。これもなんか最近ちょっとオワコン化してる。なんか昔は結構パンケーキ好きなね、仮想通貨女子さんとかキャッキャ言ってたんですけど、なんか最近あんま話聞かないですよね。でこれはまあ前回のバブルあって、まあ、44ドルまで上げたんですけど、まあ、大底はまあ1ドルなんで、まあ、44分の1ぐらいになってます。はい、超下がってます、ね、下落率90何パーセントっていう世界ね。でそっからまあ3ドルぐらいに上げてます。なので、まあ、まだだいぶ大底圏なんで、今から買えば、そうだね。まあ、10倍とかは狙えてくる形にはなるか、なるので、まあ、上昇率考えるんだったら、このパンケーキスワップとかね、面白いかもしれないですけど。ただ、その DEX 自体のワコン化みたいなところはちょっとね、考えられてそうなので、パンケーキスワップ自体はね、人気なくなってきてるとかね。それはちょっと、あるかなと思いますが、うん。5倍、10倍近くはなんか普通に狙えそうな雰囲気ですね。はい、じゃあ CRV です。で、CRV は、一応ね、2020年からあって、ずっとこう、チャートあるんですけど、大底が 0.6 ドルぐらいで、21年の、バブルの時でも、そんな高くないですよね。6.5 ドルとかなんですね。まあ、10倍ぐらいはね、あの、一応、値動きとしてはあります。はい、ただ、今すでに、今 0.63 ドル。だからまあ、大底張ったままですね。ずっと張ったままなので、大底で仕込んで、また例えばバブルの天井の、まあ、6ドルとかぐらいまで跳ねるんだったら、もしかしたら10倍ぐらい取れるかもしれないということですね。はい。まあ、全然跳ねてないという意味では、まだちょっとチャンスあるかなって感じ。はい。ジュピター行きましょうかね。はい。ジュピターは最近ソラナの、ね、ネットワークを使って出てきた新しいコインですけども、まだ全然チャートありません。はい。こんな感じです。はい。なんで、まあ、ソラナの、デックスとしてしっかりこう出来高があって使われていけば、まあ期待で上がっていきやすいのかなと思いますけど、はい。まあデックスが流行るかどうかですね。はい。はい。あと、ワンインチですね。ワンインチが128ドルです。一回これはね、あの特集したこともあります、僕はね。はい。ワンインチっていうね、まあ馬の形したコインなんですけど、これもね、バブルは経験してまして、まあ、7.8 ドルぐらいが最高値で、大底が、まあ、0.2 ドルですね。だからまあ、10分の1以下ですよね。なので、今は 0.5 ドルです。だからまだ、あんまり跳ねてないです。なんかチャンスあるかもしれないです。これもね。はい。もし7ドルまで跳ねたら、15倍ぐらいは取れるってことになりますので、最高値に戻ってくる間で5倍10倍ぐらいなんか普通に取れそうな感じですよね。はい、じゃあここまで行きましょう。
寿司ですね。寿司もそのデックスっていうものができた時にそのパンケーキスワップとかと一緒に結構もてはやされたんですけど、名前が面白いとか言ってね。でも現状なんかそんなにね、そのデックスのランキング化するとあんま使われている感じではないみたいですね。前回のバブル経験してまして、23ドルが最高値で、大底が、まあ、0.5ドルか。0.5 ドルぐらいです。だからもうこれはもう200分の1ぐらいにもう落ちましたと。かなり落ちました。で、今 1.8 ドルです。はい。まあ多少はね、ちょっと上げてくると思うんですけど、これもちょっと史上最高値を更新するかとはかなり怪しいと思いますので、まあ多少こう上昇率として取れたらね、数倍ぐらい取れたら、まあ売ってしまった方がいいんじゃないかなっていうふうに思うようなコインですね。はい。まあということで、まあ DEX のコインを、今回、何個かな。ユニ、ルーン、DYDX、SNX、OSMO、GNO、CAKE、CRV、JUPITER、ONEINCH、SUSHI ということで11個種類紹介してきました。で、いくつか結構まだ上昇率として取れそうなのあったので、まあ、まあ、メインのね、投資の対象としては、まあ、ポートフォリオとしては、まあ、ビットコインとか主要なアルトコインにした方がいいと思うんですけど、まあ、ちょっと上昇率高そうな、まあ、マイナーな、ちょっとマイナーなコインとして、このデックス系のコインとかを入れて、ちょっと5倍とか10倍とか狙ってみるとかも面白いんじゃないかなと思います。で、今日紹介したコインはほとんど大体ね、バイビットとかビットゲートとかね、その辺の取引所にも上場してますので、その辺をメジャーなその取引所にしてみるといいと思います。メインの取引所にしてみるといいと思います。概要欄にいろんなキャンペーンのリンクを置いてますので、ぜひ登録してキャンペーンボーナスもらっちゃってください。今日の動画役に立ったという方はチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。今年中に絶対10万人行きたいと思いますので忘れずにチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。